皆さんこんにちは、かしこまりです。バディです。今日も始まりましたよいらし。こちらは各週でお届けするんですけど、うん、だらだ酒飲みながらね、昼間からね飲んで行ってやろうと思いますよ。今日も最高ですな。最高なラジオですな。これは最高なラジオですな。うん、というわけで早速なんですけど、うん、あの乾杯の温度の方よろしくお願いします、うん、まだ日も昇ってる時間ではございますがめっちゃお昼だけどね。はい、何飲む？ちょっと今日は日本酒です。もう日本酒やってんの？すごいね、ほんと。じゃあマリはまた梅酒ですわ。じゃあ、はい、よ、あの皆様、あの画面をご覧の皆様、そしてコメント欄にいる未来のパンツ、そして未来のかしこまりさん一緒に乾杯しましょう。いるね、多分ね。いますよ、きっと。はい、じゃあ行くよ。はい、せーの、乾杯。乾杯。うん、くるんじゃ。にゃん、知ってます？なんか、あれなんですよ、お酒って昼から飲むとすごく酔うんですよ。あ、なんかさ、よくそう言うよね。でもそうかも、なんでだろう。なんでなんだ。すごい酔うんです。なんででしょうね。夜の方が酔わないですけどね。なんでかな、ね、不思議ですね、うん、ということで今日のお品書きなんですけど、うん、まあ、これはちょっと雑談をねさせていただいた後に、うん、前回皆様から募集したお便りを紹介していきたいと思います。はい、いっぱい切ったお便り、まあそれなりにそれなりに来ましたよ。うん、楽しみ、うん、どんなかね、楽しみですよ。うん、あ、もう最近はどうですか、うん、最近はどうですか。あ、っていうか、あのさ、この前の時のさ、はい、あれなんなの。あ、あのなんか怖いさ、旅館のさ、あんまりさ怖くないですか。老舗の旅館のおかみさんですよ。いやだからさ、老舗の旅館じゃなかったじゃん。あけみさんです、あれめちゃめちゃ怖いじゃん。いや、ちょっともうだってさ、物静かなおかみさんでしたよ。いやいやいや、老舗のあの300年の歴史、見ながらもうさ、こんなんだったんかと思ってさ、何がですか。発狂してたんだよ私は。そうなんですか。ちなみにまだ横におかみさんいますからね。え、もう変えようよ、変えよう。何、ちょっとちゃんまり用意してきた。え、用意したんですか。用意してきた、あのちょっといい感じの。どうせ僕のところはなんか地獄の釜みたいな炎のやつとか用意したんじゃないですか。いやいや、そういうことするとまた報復が怖いから、しない、そういうのは。報復パンパンディの報復怖すぎるから、もうやんないんだそういうのは。陰湿ですからね、僕はね。優しいからちゃんまりは。そうですか、用意してください。ていうかね、なんなんマジで、動物の森もほんとふざけないで。何がですか、何がですか。マジでさ、ちゃんまりの島を荒らさないで、はい、島を荒らすつもりは。私の島を荒らす、これパッチもないんですよ。いや、これパッチもあるでしょうが。言いますよ。じゃあ例えばドラゴンクエストとかあるじゃないですか。あるね。あれ、魔王がいなかったらあのゲーム何するんですか。いやいやいや、動物の森はそういうことです。そういうゲームじゃないの。何がですか、そういうゲームでしょ。何がじゃないの。いきなり住み始めたらタヌキに借金背負わされてテントで寝ろとか言われてあいつが一番悪いかもしれませんよ。そんなことない。でも、あの勉強に、すごい勉強になるなって思いながらやってると。あんまり本当ですか。なんかね、最近ね、あそこのタヌキ中のところに ATM があってね、はい、お金ね、そこにね、預けられるんだよ。そしたらね、そこのね、タヌキ中の ATM のとこ、金利が下がった。あ、知ってますよ、それえ、だからなんかさ、不況が大変ですな。不況がこんなところまで来たんだなって思って。大変ですわ。だからなんかこうすごいな、考える人って思ってさあとなんかさ、虫とか持ってくとさ、この虫はこういう虫でねって言ってね、なんか言ってくれたり、はい、お花とかも、あ、こういう感じに咲くお花がパンジーなんだとかさ、はい、すごい勉強になるなって思ったんだよ。あ、そうなんですね。そう、だからいいゲームだよ。だから僕は、だからそこに僕なりの島を作ろうと思ってるわけですよ、うん、だから僕の、自分の島作れよ、自分で。自分で自分の島作れよ。そこまでがっつりはやりたくない。なんだろ、ほんとマジで。なんか、たまーに思いついた時にやりたいぐらいなんで。はぁ、マジで。だから、ねえねえねえ、待って待って、だから、あのさ、だから、この背景変えたいんだけど、早く。いや、いいですよ。変えていい？じゃあ、変えるね。よいしょ。はい。僕は分からないわけですよ。一体どんな背景にしたんですか。はい、これで、じゃあこれでどうだ。うん、あのね、何ですか。ちょっとちゃんまりは、はい、
あれやりたいの、ダイビング、あの潜るやつ、スキューバダイビング、はいはい、やりたいの。だからちょっとあの海の中にいるみたいな感じのお魚がいっぱいいる海のね、はい、背景にした。あ、そうなんですね。いいでしょ、じゃあ、いい感じでしょ。そういうところ で僕はどこにいるんですか今。いや、一緒一緒一緒なんですか。一緒だよ、一緒だから大丈夫だから一緒だから。寂しがりってことですか。寂しいよ、ずっとお家にいるんだもん急に何をおっしゃってるんですか。あんだけ寂しいよ、あんだけうぜうぜ言っときながら僕はあれですよ、楽器庫で体操自由気ままな生活を送ってますけどね。パンディさ、いろんなさ、はい、人とこの前もなんかコラボしてたじゃん、マスターとかと。コラボですか。あ、ちょっと呼ばれたんで。呼ばれて。ずるい。どうしてちゃんまりも一緒に連れてってくれないの。え、コラボどうしてちゃんまりも一緒にやってくれないの。いたら全員が僕の敵になるからですねえ、ずるいよ。ちゃんまりばっかりずっと6人でのコラボ、お家にこもってるのに。6人でコラボしたで、ちゃんまりさんがそこにいた場合1対5になるから嫌です必ずなるから。いいじゃないですか、そんなこと言ったって。ちゃんまりさんはもうなんかいろんなリアリティとか言って、愛ちゃんとかと何ですかボーリングとかやってるじゃないですか。僕はやりたいですよ、そういうこと。すんごい楽しかった。僕はぼやきとなんか愛の告白とかしてるんですよいいじゃん、ぼやき楽しいじゃん、面白いじゃんぼやきは楽しいですけど。ぼやき大好きって言ってたじゃん、パンディ。ぼやきは大好きですけど、僕だってもっとこうじゃいいじゃん、なんかやりたいですわ、そういう。なんだよそれ。じゃあ大きな番組みたいなのも。じゃあないものねだりってことだね。ないものねだりってことですよ。お互い頑張ろう、まあね、そんなことはいいんですよもう、ということで、置いといて、置いといて、うん、そろそろですね、置いといて、今回ね、皆さんが送ってきたお便りを読む企画に移りたいと思います、うん、はい、というわけで、うん、前回お家の安らぎスポットを皆さんから募集したので、はい、みんなの家の過ごし方をちょっと読んでいきたいなと思いますよ。はーい、じゃあ1つ目、じゃあこれ読めばいいのかな。はい、お願いします。はい、ちゃまりパンディこんばんは。こんばんは。今回のテーマはお家の安らぎスポットということですが、僕はリビングの窓際で日向ぼっこをするのが好きです。わーいいなー。アイネコが毎朝横になってるのを見て、自分もそばに座ってみたら、これがなんとも気持ちいいこと。特に今の季節は最高です。明日の朝も日向ぼっこしながら猫をめでる予定です。最高じゃん、いいな。猫ちゃんいいな。ちゃんまりも猫ちゃん飼いたいなんかさ、あのさ、琴音ちゃんも猫ちゃん飼ってるんだよね、はい、あ、そうなんですね。なんかね、あのちゃんまりすごいさ、夜中まで起きてるんだけどさ、はい、なんか夜中にね、琴音ちゃんがね、うん、動物の森とか配信してるの。はい、で、すんごいね、あのね、猫ちゃんのね、声が聞こえるのよ。聞こえるんですか。そう、猫ちゃん抱きながら多分ゲームしてて。猫ちゃんいいね。猫と犬どっちが好き。猫と犬ですか、僕ですか。うん、うん、僕はどちらかというと犬ですけどね。私も一緒。なんでですかちゃんまりさん、あれにしたらいいんじゃないですか、うん、鶏とか。鶏なんで。あ、でもさ、鶏飼ったらさ、うん、朝も起こしてくれるし、しかも卵も1個産むからさ、そうそうそう、毎朝の産みたての卵食べられるね。そう、で、卵産まなくなってきたら、最終的にほら、焼き鳥にもできるっていう。え、どうですか、これ。それはもう、泣きながら食べるやつじゃん辛いよ、それは。もう、最後の最後まで、うん、有効活用できるっていう。ニワトリさんどうでしょう。やだ。やっぱね、感情移入させるためにはひよこから言ってほしいですよね。うん、辛い辛い辛い。命のやり取り。名前をつけてひよこからやってほしい。そういう映画がありましたよね。あったっけ。はい、小学校で豚さんを育てて、それ最後に食うっていう映画です、ね。いやー、辛い辛い、本当に。ニワトリさんプレゼントしましょうか。命の大切さをね、いいです、いらないです、いらないっていうか。可愛いひよこから遠慮しておきます。ちゃんまりはペットが欲しいの。食べ物が欲しいわけじゃないのあ、そう、違うんですか。違うの。もう次行こう。次行きます。あ、じゃあちょっと僕読みましょうかはいはい、安らぎスポット、それは座椅子です。いつも仕事で疲れて帰ってからお風呂後にすぐ眠ってしまいます、うん、いつも大変癒してくれます。しかし、うん、時に高い確率で寝落ちを誘発するのです。
おのれ、在すこれあれだね、ちゃんまりの怒った的な感じだね。怒った的なやつですか。ちゃんまりもさ、怒った、めっちゃ安らぎスポットで、はい、もうずっと帰ってきたらもう、ね、そう怒った、ずっと入ってるんだけど、怒ったって言ったのかと思ってびっくりしちゃいました。言ってねえよバカか。怒ったのかと思って。まだ怒ったあるんですか。ってかあるよ全然。なんでだって寒い時あんじゃん。春ですよ、もう春。いや昼間はあったかいけど今はつけてないよ。だからでもさ、この前こたつなんて使わないですよ。もう雨降った時とかさ寒いじゃん、はい、まだ夜とか寒いじゃん。寒いですよ。だから怒った、気持ちいいよだけどもう競技はしてない、弱にした。弱。いや何こたつまだ出してる方います？視聴者の方、まだも出してるよってわーってやってみましょう、はい、はい。これきっと未来のちゃんまりが入ってきてる、未来のパンディがジャッジしてくれると思うんで、うそ、うん、多分、多分ですけども、うん、ほとんどの人がこたつなんて片付けてますよ。嘘、うん、じゃあもうちゃんまりも片付けようかななんで流されるんですかすぐにだって、ってもう自分芯を持って生きてくださいよ。やっぱりそこは私はもう一年中おこたと一緒にいますぐらいの。いいの一年中。一年中、はい、夏も。じゃああれだね、ガンガンにクーラーをつけて、はい、寒いって言っておこたに入って、はい、アイスを食べるのとかいいね。もう最悪ですねじゃあ次行きます。はい、お願いします。お家の安らぎスポット、夜中家族が寝静まった後誰もいないリビングの大画面液晶でゲームをすることです。うちは自営業なので、うん、妹夫婦めいっ子おいっ子が一緒に住んでるのですが、いいね、騒がしくない深夜にひっそりとゲームや録画した番組を見るのが安らぎです。だってへー、うん、いいね。なんかさ、いっぱいで住んでて楽しそう、賑やかでいいね。すごい大家族じゃん。いいなぁ、ちゃんまりも混ぜてほしい。ビッグダディとはちょっと違うけどさ。違うのかい。いいね、でもみんなでいいなぁ。なんだろうね、自営業って。なんか美容師さんとかかな。そこ引っかかります。なんだろう、お肉屋さんだったらいいなぁ。ねえ、お肉屋さんってさ、はい、毎日好きなお肉食べられるのかな。いや、そんなことないですよ。売り切れたらもうそれ食べれないですもん。売り切れたらさ、売り切れ、あー今日もまた1万円の黒毛和牛売り切れた、食べるかってなるよね。えこれはもう賞味期限がもうダメだ、今日もギリギリだから食べるかってなるよね。でも大赤字ですねそっか、もう肉屋なんない方がいいですよ、ちゃんまいさんは。大赤字ですよ、そんなの。えダメです、大赤字。大赤字、大赤字になっちゃう、うん、いや、でも僕いいなって思ったのは、ん、家族がいっぱいいるってことは、うん、一緒にゲームできる人がいっぱいいるってことですよね。うん、あでもほら、多分昼間もやってもあるけど自分だけのやりたいやつやりたいじゃない。自分だけのやりたいのか。そっか、 FF とかやりたいのよ。そうなの、うん、FF とかじゃないかもしれないよ。あのなんかマッサージするスイッチのダウンロードのやつで、ある時期1位を取ってたマッサージするやつのゲームかもしれない。それは皆さん、あのご自身でお調べください。なんなんね、大丈夫です、大丈夫です。ちゃんまりのさ、はい、番組なの、はい、今これちゃんまりマリチャンネルだから、はい、はい、すいません、パンドリじゃないから。昼間から日本酒を飲むとこんなになっちゃいますよしっかりしてねえ、今日もう仕事ないの。何がですか、仕事ないの。ありますよ。でももうねえ、酒飲んでていい。できないよ。いいわけ、酒飲んでて。これもお仕事だ、これも。いいお仕事ですね。お互い様ですけどね。そっか、そうだったわ。じゃあ次、読んできますよ。はい、次お願いします。次はです、なんか同じような感じのやつなので、うん、続けて読んでみたい。2個読むのずるい。はい。はい、うん、では、4つ目。うん。いつもお二人の掛け合い、楽しく拝見しています。今回のテーマお家の安らぎスポットですが、うん、私の場合は自分の部屋ですね。多趣味な性格で、うん、ホームシアターで映画見たりアニメ見たり YouTube 見たりです、
あとはギター弾いたりベース弾いたりドラムしたりする時もあれば、すごいね、一眼レフカメラをいじいじしたり掃除したりですね、そして疲れたらベッドで寝ちゃうみたいな、うん、自粛はかどる環境となっておりますね、うん、いいね。でですね、続いて5通目、うん、趣味の部屋ということでこんなお便りも届いてます、うん、家の安らぎスポットはクローゼットを改装して作った作業部屋です、うん、え、いいね。夜な夜なそこにこもり趣味の模型を作ってます。狭いながらも、うん、まるで子供の頃に作った秘密基地みたいでとても楽しいです。お二人が作るとしたらどんな秘密基地を作られますか、だそうです。いいね、いいですよね、なんかいいな、ね、なんかあのね、ちゃんまりでもね、実は狭いところとか暗いところとか苦手だから怖いなって思うけどなんかもともとすごい広い部屋の隅っことかはすごい好き、はい、へえ、わかる？どういうことですか？だからすごい広い会議室の、机の下とか、はい、好き。あのそういうとこで寝る、あの愛理ちゃんのとこに行って寝たやつのやつみたいな、そう感じですね。あ、すごい落ち着く、そう、ああいうのはすごい、ああいうのはすごい落ち着くけど、落ち着くんです、すごい、あのクローゼット閉めたりとかしたらもうめっちゃ暗いじゃん、怖いじゃん、はいはい、ダメだそれは怖い。こんなからさ、こんななんかさ広くない、ホームシアターもあって、すごい YouTube も見れて、ね、ギターもベースもドラムも置いてあって、カメラも一眼レフのやつがあってとか、うん、すごいいいお家だな、羨ましいな。まあ僕もね、楽器庫なんでドラムありますけどね。ずるい、喋ったりするの他の楽器と。あ、僕には声聞こえます。あ、そうなんだ。喋りかけたら、はい、僕は喋れます、楽器なんで。ドラムと話した？あ、してますよ。どういう話するの？え、いや最近どんな感じって。ちょっとこの前のライブちょっとキック強すぎて痛かったわとか、うん、あのさ、ホームシアターさ、あのさ、欲しい、ちゃんまり自分で投げかけておいてホームシアターさ、前ねホームシアターね何なんですか一体つまんなかった、つまんなかった、つまんなかっただと。ああ、じゃあ今からホームシアターの話は大層面白いお話なんでしょうね。違う、今皆さん聞きましたか、ホームシアターの話今から来ますよ。いや、楽しみですね、ホームシアターの話。ひど、じゃあいきますね、3、2、1、どうぞ。ホームシアターの巻、どうぞひどい、こういうとこが嫌われるんだよそういうとこ嫌われるところだよ、それ。いいです、ね、僕嫌われても。うん、それでホームシアターね、欲しいんだよ、たまに。欲しいんですかそう、ホームシアターね、あの調べたことあるの、はい、欲しくて、はい、うん、それでさ、そしたらすごい高いんだけどさ、なんかそのミニホームシアターみたいなのでちょっと手頃なやつを見つけて、うん、でも狭いからどこにも映せないっていうことに気づいた。うん、うん、おだからいいなって、この4番目の人いいな、羨ましいな。おおやっぱドラムと喋った話する。でですねあの5つ目の方、2人が作るとしたらどんな秘密基地を作りますかって聞いてるんですよ。ちゃんまりさんだったらどんな秘密基地作ります？ちゃんまりさ、はい、あれが欲しい今。あのね、レコーディングブースみたいのがあるの。なんか一人用レコーディングブースみたいな、はい、お家で、うん、できるみたいな、うん、それがあったらもうお家で歌とかできるから、うん、いいなって。ボーカルブースだけですか？うん、大丈夫です、それで。だってあんまり一人で住んでるからさ、うん、いらない秘密基地別に。本当ですか？僕は、うん、太い木の上に、うん、あのログハウスみたいなやつを、あで、隣の木にあの渡れるそのターザンみたいなやつあるじゃないですか、うん、子供がよく遊ぶ、うんうん、あれもちゃんとやって、隣のところにもちゃんとあの食料庫を作って、うん、いつゾンビが来ても大丈夫なような秘密基地を作ります。いいね、すごい羨ましい羨ましいですか？でも、うん、ジョルさんはね、なんかやっぱボーカルブースがあれば
満足、うん、でもその将来的な感じの話だったらめっちゃお金持ちになったらさ、はい、別荘みたいな感じで、はい、なんかどこなんかさどこ熱海とかちょっとわかんないけどなんかどっかに別荘みたいなの欲しい、はい、ログハウスの別荘ログハウスの別荘が欲しいんですかうんそれでさあのさなんかなんだっけ焚き火する焚き火焚き火ってなんかさあのなんだっけもっと夢はでっかく持ってくださいよ暖炉する暖炉なんかもっと夢はでっかく持ってくださいよもっと雪国に行ってなんかこう外が雪が降ってるけど、うん、中はあったかい暖炉のあるところでワインでも飲みたいねぐらい言ってくださいよ不便だからいいよなんだよ雪国は不便だから都会にまみれた人ですね本当に雪いいよ好きだけどね大変だよ雪国は本当に雪国いいじゃないですか雪だるま作りますよ雪だるまねいいじゃないですか雪国でなんか雪が降ってすいません大きいさ仕事行きたいんですけど雪で行けないんでテレカンそういうことないから全然そういうのないよなんでですかそんなきっと雪国に住んだらもう雪に埋もれることはもう日常茶飯事になっちゃうからさそんななんか東京みたいにちょっと雪降ったから行けませんみたいなのを OK してもらえないよなんでですか多分冷たいですね、うん、雪だけにね冷たいわけじゃないあじゃなんだこれなんだこれなんだこれじゃないですよまあ、でもいいね、そのさ、ね、なんか冷たい、まあ、さっきのおこたの話に戻るけどさ、外は寒いのに中はあったかでさ、だいぶ戻りましたね、ワインとか最高だね。どこまで戻ってるんですか。お後がよろしいようでじゃないんですよ。何やってるんですか。本当にはーい。というわけで、今回はですね、うん、おうちの安らぎスポットということで、うん、皆様にね、お便りを、ねうん、もいただいたんですけれども。いいねみんな、ね、素敵なお家のスポットがあって羨ましいうんじゃまりもちょっとなんか、ね、やっぱホームシアター買おうかなホームシアター買うんでいいじゃないですか、うん、まあいろいろね、うん、今ね外出れないですか天井で見ればいいんだ天井で天井で見ればいいそう、ね、設置が難しそうだ ね、うんまあ僕もあれですけどねなんか、うん、もっといいとこ住みたいですわ楽器庫じゃなくて楽器庫ちょっとなんか埃っぽそうだもんね埃っぽいよ楽器保管するとこだよ言っとくドラムも言ってたギターも言ってた埃っぽいって言ってたよ言ってたの言ってたシンバルはもうちょっと、うん、ちょっとだけカビてきてたうっそシンバルとかさそこでシャーンってやったらさもう埃パーンってなるねなるだからちょっとお前ちょっと鳴らすときちょっと外行けよって言うから外でそうなのへえあいつが一番元気メトロノームが一番元気いつでも使われるあーそっかそうだよねあいつはどんな現場にも行くいいやつそうだよね、うん、毎日じゃあ出かけていく毎日出かける今はでもお家にいた方がいいのにねうんあもう大変だやつは大変だねでもそう働いてる人がいるからありがたいねありがたい僕も働いてますけどね、はい、あ、そっか本当ですよまあね、まあそんなこんなでそんなこんなで、うん、今日もね、よいラジやってきましたけれども、うん、はいね、もうあれですよ、うん、もうすぐゴールデンウィークですってゴールデンウィークかもうねえ、ちゃんまり最近さ、こうやってちょっとさ、うん、その配信少なめになってるからさ、うん、寂しいんだよね私はとても寂しいのはいだからなんかみんなでさなんか遊ぶやつやりたいみんなでバイオハザードでもやりますかできないじゃんそんなことあれ一人用じゃんでもみんなでできるバイオもあるんですよパンディえ何脱出みんなでできいいよそんなのそんなの言わないでほんとそういうのをさ何ですかあるんだよっていうのをさ言わないでよあるよって言っただけですそんなこと言ったらさはい、みんなもさ、それやろうよってなっちゃうじゃんねえ、多分今そういうあれですよコメント欄にはそのゲーム名がババって並んでますよきっとそりゃそうですでもそれさ検討するっつってお家ではさダメかい無理だよ無理だねまあまあちょっと警察来ちゃうよ検討しましょうちょっとうんうんさあダメだよ楽しいやつやろ分かりましたよ、うん、
うん、まあ、そんなことない、そんな感じですが、それぐらいですかやりたいことは。うん、みんなでもっとみんなで遊ぶやつやりたい。みんなで遊びたいのね。わかりました、うん、ちょっと考えてみます、うん、いろいろとお願いします、うん、5月の予定とかもね、もうちょっと5月予定ですか。まだね、いろいろとわかんないことばっかりだけど、うん、ねえ、そうですね、このよいラジはでも配信できるときはやりますけどね、配信できないときはまあこういう形でね、また皆様の前に未来のパンディと過去のパンディと一緒に、うん、現れますよ。だね、はい、うん、こういう感じでちょっとやっていきましょう、ね、これからもよろしくお願いしますよ、うん、お願いします。はい、はい、ね、ということで、ね、今回は終わりですよ。はい、はい、よいらにみんな聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。お相手はちゃんまりとバンディでした。はい、バイバイ。こんな締め方だったっけ。バイバイだってこの前の時なんか急に終わっちゃったからちょっと考えたんだもん。バカそっか、ありがとうございます。さよなら、はい。